はい、お疲れ様でーす。ボンです。いつもグッドボタンにコメントたくさんありがとうございます。嬉しい嬉しいです。はい、それで今日の話は中野会の役だジミーちゃんパート6の話をしたいと思います。昨日はね、ジミーちゃんとまっちゃんと坂尾恵の友達と待ち合わせをした。そこで終わってるんですけどね。それでジミーちゃんとまっちゃんが直樹が運転する車でね、待ち合わせ場所まで行ったんですよ。それで中に入ったらね、坂尾恵の友達とあと4人、トータル5人で来てるんですよ。でも3人はスポーツ新聞読んでたり週刊誌読んでたり、見るからにやる気がないらしいんですよ。でも友達ともう一人はやる気満々の顔してるらしいんですよ。それでジミーちゃんがその坂尾恵の友達にね、店中響き渡るような声でね、我々何してくれとんじゃこら、女子供関係ないやろってバンと最初に言ったらしいんですよ。そしたら坂尾恵の友達が、何わけのわからんことを言うとんねんと、因縁ふっかけてきとんかと、まあそういうふうに返してきたらしいんですよ。それでジミーちゃんが、何とぼけとんねんゴラッつって、なめとっとら言わしまうとゴラッつって、ジミーちゃんがまたバンって言うたんですよ。そしたらやる気満々な顔してる坂尾恵の人がね、ちょっと待ってくれと、この話は友達間の話なのかヤグラの話なのかどっちかはっきりしてくれと、そういうふうに言ってきたらしいんですよ。それでまっちゃんが、おたく何眠たい話しとんねんと、お互いヤグラの大門持った人間が話してるんやと、友達もクソも関係ないやろと、親子でも関係ない、ヤグラの話に決まっとるやろって、何眠たいこと言うとんねんってまっちゃんが言ったらしいんですよ。そしたらその坂尾恵のやる気満々な顔した人がね、おたく誰と、関係あるんかと。そしたらまっちゃんは、関係ある関係ない、いちいちあんたに説明する必要ないと。そしたらね、やる気満々の人間が、関係ない人間が横から首突っ込んでガチャ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 言われたくないんやって、まあこういうふうに言ってきたらしいんですよ。それでまっちゃんが、じゃあこっちも聞くけど、おたくは何の関係があんねんと、関係あんやったらどういう関係かしっかり説明せんがいって、まあこういう感じで言ったらしいんですよ。そしたらスポーツ新聞読んでた人がね、そう興奮せんと、お互い話したら分かることやと、こっちはおたくらが言ってきてるようなことを一切してないんやと、うちとしたらいい迷惑なんやと、まあそんなことをね言ってきたらしいんですよ。それでまっちゃんが、もうええもうええ、天下の坂尾恵が女子供にそんなことするとは、俺はがっかりしたわっつってね、まっちゃんは決めつけてるから、そいつらが犯人やと、やった張本人だよと決めつけてるからね。そしたらね、やる気満々の人間が、何やお前っつって、喧嘩売っとんかいっつって言ってきたらしいんですよ、まっちゃんにね。それでまっちゃんが、喧嘩売っとんのどっちじゃこらっつって、お前らがいらんことするからこうなるんやろっつって、喧嘩したかったらいつでもやったんだこらっつってね、まっちゃんはまあそういう風に言ったんですよ。それでジミーちゃんも横からね、女子供に手出しやがってこらっつって、来るんやったら直接俺に来んかいっつって、根性なし下手れゴミっつってね、バン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 ね、まっちゃんとジミーちゃんと言い続けたらしいんですよ。おいこら言うて、なめとんかこらかすとかね言い続けたらしいんですよ。そしたら友達の義理のお父さん、坂尾恵のね、友達の義理のお父さんが来たらしいんですよ。なんやなんやと、今日はなんやと、何があったんやと、そう言って入ってきたらしいんですよ。それでジミーちゃんが、おっさん何とぼけとんねんこらつって、我がやらしいんやろつって、どないするんじゃいつって、どないけじめつけやるんじゃいこらつって、ジミーちゃんがかましをパンって入れたらしいんですよ。そしたらその友達の義理のお父さんはね、何の話やと、何も知らんと、何があってんと、
説明してくれって言って、まあこういうふうに言ってきたらしいんですよ。それで友達が説明したらしいんですよ。そのジミーちゃんの嫁と子供が襲われたと、まあそういう説明をしたらしいんですよ。そしたら腕組みしてね、って考えるらしいんですよ。それでまっちゃんが役者やのーって言って、すごい役者やって言って、よーそんな恥ずかしいこと役出しとってできるのーって言って、まあまっちゃんがねバカにしたようなことを言ったらしいんですよ。そしたらね、その義理のお父さんが、ちょっと待ってくれるかと、そんなことしたらこういう風にトラブルになるのは誰でもわかるかなと、わざわざトラブルになるようなことするかと、それをしたところで何になんねんと、ジミーがそれで下向くんかと、何してくれとんねんと、言うてくれやろと、そんなことぐらいわしらも想像できるかなと、わざわざそんな不利になるようなことせんやろって、よう考えてみって、まあそういうふうに言ってきたらしいんですよ。それでまっちゃんがね、何言うとんねんおっさんって、もしかしたらビビるかもわからんと、ビビったらラッキーやなと、もし言うてこられたかって知らんで通そうと、うちじゃないと、そう言って言い通そうと、そう最初から企んでたん違うんだこらって、まあ、まっちゃんがそういうふうに言うたらしいんですよ。それで義理のお父さんはね、ほんまに違うと、ほんまにうちじゃないと、うちやっていう証拠でもあるんだと、まあそういうふうに言ってきたらしいんですよ。それでまっちゃんが、残念やけど、ヤクザに証拠はいらんねやと、まあそういうふうに言ったらね、その義理のお父さんが、むちゃくちゃやと、言うてることむちゃくちゃやんかと、おたこらの一方通行の話で言ってこられてもどうにもできへんと、とにかく一回うちもみんなに聞いてみると、その答えまた出すから、とりあえず今日は引き上げてくれと、また2、3日のうちに連絡させてもらうからって、まあそういうふうに言ってきたらしいんですよ。それでジミーちゃんが、わかったと、2、3日のうちにしっかり道けじめつけるんだ、おたこらでよう相談してくれって、ジミーちゃんがそういうふうに言ったらしいんですよ。それでまっちゃんが、小汚い指いらんぞって、しっかりこっちが納得できることしてくれよって言って、それで二人席立ってね、出て行ったらしいんですよ、店を。それでまっちゃんとジミーちゃんとね、帰り車の中でね、これもしかしたら喧嘩になるかもわからんなと、向こうがこのまましら切り通すか、ほんまにやってないか、どっちかやろうと、認めてこれで勘弁してくれと、そう言うてくることはまずないなと、だから喧嘩になる可能性これ出てきたなと、まあそういうふうにまっちゃんがジミーちゃんに言ったらしいんですよ。そしたらジミーちゃんは、一応坂の恵とこういうことでトラブルになってると、その話を親方にしてくるわと、喧嘩になってから報告するより今は報告しといた方がいいから行ってくるわって言うて、ジミーちゃんが親方のとこに行ったんですよ。それでまっちゃんと自分らとね、合流したんですよ。それでお酒飲みながらいろいろ話聞いてたんですよ。それで自分ももしかしたら違うかもしれへんなと、ジミーちゃんは他にトラブルがあるん違うんかと、今冷静に考えて坂尾恵がそんなことできるかなと、まあそんな感じでね、みんなで喋ってたんですよ。2時間ぐらいしてジミーちゃんが来たんですよ。そしたら服ボロボロで顔がボコボコなんですよ。それで服とか血だらけになってるわけなんですよ。どうしてんと、ジミーちゃん何があってんと、坂尾恵にやられたんかと。そしたらジミーちゃんがね、親指を立てたんですよ。親方にやられたと、何をしとんねんと、喧嘩するなと、怒られたんやと、みんな思ったんですよ。そこにおるメンバーみんなね、それで自分が怒られたんかと、親方に喧嘩するなと、何をしとんねんと、怒られたんかと、まあそんな感じでジミーちゃんに聞いたんですよ。そしたらジミーちゃんは違う違うっていう感じで首を横に振ったんですよ。全く逆なんですよ、自分らが思ったのとね、全く逆なんですよ。逆に何をちんたらしとんねんと、さっさといかんがいと、やってまわんかいと、トロ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 しとったらあかんどころらっつって、
ちゃっちゃとやってまいって、そう言われて、どつき回されてるわけなんですよ。お前は坂尾めぐみが怖いんかと。なんや、ビビっとんかと。そう言ってね、どつき回されてるわけなんですよ。親方に。それでね、ジミーちゃんの親方が、相手が証拠って言うんだったら、証拠みたいな、なんぼでも作ったったらええやないかいと。その、お前の元友達、その人間、サラへと。サラって、うちがやりましたと。言わしたらしまいな話やと。ちょっと、痛みつけたら、うちがやりましたと。すぐ、ペラペラと喋ってくれるわと。誰と、誰と誰を使っていいから、お前の元友達、その人間、サラへと。サラって、ガチャガチャにやったらと。それでうちがやりましたっていうのを、一筆取って、その、一筆取ったやつを、持って行って、しっかり話してこい。なんなら、言わしてしもてもいいぞ。後のことは心配するな。全部俺が責任取ったろ。喧嘩でもなんでも、とことんやったるから、お前もしっかりやってこい。親方にそういうふうに言われたんですよ。ジミーちゃんは。それで、ジミーちゃんが、まっちゃんに、まっちゃん、申し訳ないと。今日も一緒に話行ってもらったけど、親方が、山県組の人間の力を借りるなと。中野会が笑われてしまうと。だから、山県組の人間には、手、引いてもらえと。今後二度と、山県組の人間の手を借りるようなことはするなって言われてるわけなんですよ。それでまっちゃんは、いや、大丈夫やと。気にせんといてくれと。しっかり、ジミーちゃん、仕事せんなあかんよって、ジミーちゃんのケツをパチーンと叩いたんですよ。それでジミーちゃんが、事務所の人間の力を借りてね、その坂尾めぐみの友達、その人間をさらいに行くんですよ。はい、少し引っ張りすぎですが、この話の続きは、また明日喋りたいと思います。申し訳ありません。ということで、今日はこの辺にしたいと思います。じゃあ。